万葉集より山の上のオクラの歌、ジャンプ編です。ホップ編、ステップ編と見てきた内容を踏まえて全文訳していきます。黒金も、く金も玉も、何千に、増される宝、子にしかめやも、銀も金も宝石も、どうして優れた宝である子に及ぼうか。 いいや及ばない銀よりも金よりも宝石よりも子供が宝であると言ってるんですね。山の上のオクラはこのように家族への愛情を詠んだ歌もたくさんありますが農民の貧しさについても読んだ歌があります。 えー、ただ単に家族っていいものだとか子供はかわいいとか、えー、農民が貧しくてかわいそうとかそういった目線だけではなくて社会的な視点を持った歌人と言えますぜひ今回の勉強をきっかけに山の上のオクラの、えー、他の歌も触れる機会を持っていただければと思いますではジャンプ編復習の音読です黒金も くがねもたまもなにせんにまされるたからこにしかめやも「万葉集」より山の上のおくらの歌ジャンプ編以上です。